大丈夫。あ、大丈夫だ。いや、どうぞ。あ、いつもありがとうございます。ごちそうさまです。どうぞ。ありがとうございます。あ、辛い、いや、辛いですね。やっぱ辛いか、読んだよね。読んだ、まあ、すごいね。そんなに強くないんですよ。そうですね、すみません。どうも、ナナピです。今回はですね、まあ、前回来たんですけど、前回というかですね、ちょっと前に来たんですけれども、またその、ひとつきさんに来ました。で、今回なんですけども、その、この地獄ラーメンですね、これのさすがにこの池江8丁目というのは敷居が高いので、4丁目ですね、これを、食べてみたいと思います。でですね、あと、前回結構メニューを見せた時に、鉄板塩焼きホルモンですか、これね、気になるっていう人がいたので、これもね、ついでに頼んでみました。あとね、なんか写真がうまく撮れてるっていうのもあると思うんですけど、これとか美味しそうですよね。黒糖シュガーとか ね、なんかね、美味しそう。これがあれか、ベースかな。ベースで、いちごと黒糖か、うん。あ、はい、はい、すいません、いきます。気をつけてね。はい、ありがとうございます。はい、あー、そう、めちゃくちゃうまそうです。来ましたね。来ました。先にね、ホルモンの方が来ました。めちゃくちゃ熱いですね、これ。多分ね、とってもね、熱いです。繋がってるんで、これね、山盛りのネギとね。あー、これ絶対うまいやつだよね。ね、こういうの見るとね、触りたくなる。熱い。じゃあ、いただきます。うん、うまいですね。あ、熱っ。うん、うん、やっぱりね、そこはね、そこ付近のは熱いね。上の方はね、冷めてていい感じです。ホルモンって基本的にこの脂身なんですよ、内臓だから。脂なんだけど、さっぱりとね、この塩でね、味付けしてやって、このネギと混ぜてね、ネギのシャキシャキした食感と、ホルモンのその、なんていうかな、噛み応えがあるね、なんて言ったらいいのかな、ホルモンの歯応えって。がね、マッチしてますね。いい感じです。ね、ご飯が欲しくなるね。頼んでないけど。これをですね、五郎ちゃん風にね、表現するならば。失礼します。すいません。はい、すいません、4丁目お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうぞ。いただきます。はい、いただきます。で、来ました、はい、4丁目ですね。地獄ラーメン4丁目来ました。これね、こんなしかこうスープにね、とろみがついてるように見えるのは僕だけかな。でですね、さっきね、やりかけたんだけど、この五郎ちゃん風にですね、この鉄板を表現するのであれば、ちょっとね、モノマネしますよ。うん、素晴らしい。このプリプリのホルモンにシャキシャキのネギがよく合うじゃないか。飯が欲しくなるな。やっぱり飯だ。と来て、あ、すいません、ご飯いただけますか、みたいな感じでね、繋がるんですよ。はい。まあ、あくまでもね、想像だけどね。ではですね、地獄ラーメン4丁目行きましょう。ね、大好き半熟卵。うん。うん。
うん、4丁目はね、唐辛子麺の、まあ、辛さだけで言うと、その唐辛子麺の、パウダー、激辛パウダーを入れたのと同じぐらいの辛さかもしれない。そんなにね、あのすごく辛いっていうことじゃなくて、この、なんて言うんだろうかな、ちょうどいい辛さ、旨味を感じられるちょうどいい辛さだと思います。まあ、当然ね、あのこっちの方がね、その何こういったね、コーンとか、お肉とかですね、具材が入ってるので全然段違いですけどね。すいません、ありがとうございます。あのね、差し入れしてくれました、ティッシュ。麺がですね、太麺ですね。太麺、やっぱりですね、個人的にはラーメンはあの太麺が好みです、うん、もちろんその細麺でね、良さを発揮できるラーメンもあるから、いつでも太麺が好きってわけじゃないですけどね。この地獄ラーメンはその味噌ラーメンがですねベースのようなので、太麺が合うのかなと思います。うん、うん、具はですね、もやし、玉ねぎ、あと三つ葉ですね。そして、人参、あとコーンが入ってますね。まあ、他にも入ってるかな、ニラか、ニラが入ってますね。うん、あの色とりどりで、まあ、基本赤いんだけど、色とりどりです。まあね、野菜がね、いっぱい入ってるってのは嬉しいですよね。うん、うん、辛いね。うん、うん、うん、大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫だ。いや、どうぞ。いや、ありがとうございます。ごちそうさまです。どうぞ。ありがとうございます。あ、辛い、いや、辛いですね。でも辛いか、4だよね。4です。まあ、すごいね。そんなに強くないんですよ、すいません。あ、辛いね、これね、多分ね、明日ね、お尻が痛くなるね。うん、お尻が痛くなるパターンだ。結構ですね、あの底の方に具がね、沈んじゃっててもったいないんですよね。うん、できる限りね、拾うけど、ちょっとね、こけたつか心配。もう熱くない。うん、うん、ちょっと冷めちゃったね。なんとかですね、食べきることができました。まあ、量的にはね、そんなに多いわけではないので、まあ、そういう意味ではね、あの楽でした。ちょっと辛かったぐらいで。ごちそうさまでした。あ、どうもお疲れ様です。美味しかったです。結構お腹いっぱいになりました。ホルモン多かったもんな。ホルモンちょっと多いっすね。多かったですね。ちょっとね、辛くてね、鼻水が止まんないっす。まあね、刺激的な辛さを求めるのであれば8丁目らしいので、4丁目はね、何ていうかな、多分、感覚的に言うと、唐辛子麺の激辛パウダーを
入れたのと同じぐらいかなと思いました。で、ハバネロっていうお菓子よりもちょっと辛いかなみたいな、そんな感じ。ただね、あの野菜がいっぱい入ってて、あの全然ね、あのうまさ的には違うので、まあね、ぜひね、近くに寄った際はあの寄ってみてください。ではですね、今回もご視聴ありがとうございました。また見てね。いやね、その実は昨日ですね、あの筋肉 の, あの筋トレの、状況の動画を撮ったんですよ。でね、ちょっとね、太ってるなと思っちゃったんで、ね、ダイエットしなくちゃと思った先にねこれなんでね、この先どうなってるか分かんないですけど、そちらの方もですね、見守っていただけると、嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。